困難救助隊の初代隊長の黒田武弘と申します。2020年、令和2年の11月18日の水曜日の、今日2本目ですね。1本目撮ってからですね、直ちに1時間番組、また日本映画専門チャンネルで続いている、まあ、なぜかですね、北海道テレビのですね HBC の企画ばかりこう続いてるんですけども、まあ他のテレビ局もこう持ち回りで作ってたらしいので、まあ北海道から先にやってというか地域ごとに集中してるのでしょうかね。今日は乙姫先生っていう1976年私が9歳の時ですから、昭和でいうと昭和51年くらいですねの作品でしたね。ですね、山田洋次監督が脚本で、あと高田三郎さんっていう方と共同脚本になってましたけど、でもね、私個人的に言えば9歳って言えばね、何になろうっていうのもね、本当にもう人生のスタートの時期ですからね、小学校低学年から中学年にこう移るっていうような時でしょうからね、その頃の作品なんだなと思うと、まあその頃っていうのも一つね、まあ、どの時代も感慨深いんですけども、感慨深いですかね、9歳の時ね。で、吉永小百合主演なんですけども、だから山田洋次監督で吉永小百合主演というね、すごい日曜劇場のね、本当にすごい客、キャストでね、なんか、でもやっぱりね、前はその20代前半のね、こうキューポラがある街みたいな、こうぷっくらしたね吉永小百合からやっぱほっそりするとちょっと劣化しちゃったかと思ってたんですけど、28から29くらいの吉永小百合さんはやっぱこれは美しいですわね。やっぱりなかなかね、ああいう人はこうね、すごいすごい、やっぱりこう細面になりながらも、なんでしょうかね、やっぱりでもね、やっぱすごいものがありますね。ただね、この音楽教師の役なんですけど、でも北海道のね、岩内町っていうんですか、今何町か何市になったかわかんないですけど、ちょっと調べはごりましたけどね、茨城弁でしょうかね、はごるっていうかね、調べないでしまった、調べはごりましたけどねって言いますけどね、茨城弁なのか標準語なのか分かりませんけど、もう12時半になっちゃいましたね、超えちゃいましたね、一日早いもんですね。まだちょっと昼食取ってないんですけども、でもいい天気で、まあなかなか、この時期にしてはやっぱり暖かいんでしょうかね、数日続くのかな、こうちょっと雲がでも午前中よりは増えてきましたね。でもまあ曇りに近い晴れっていう感じですかね。暖かいですけどね。まああと、ただその音楽のなんていうんですか、そのプロって言いますかね、外国とか進出してそういうなピアニストとかね、いろいろそれには挫折して、そういうなぜかその北海道の漁師町に音楽教師として赴任したんですね。どこ行ってもよかったでしょうね。特にそういう芸術家まで目指した人だったら東京のね、付属わかんないですけど音楽強い高校とかね行ったらよかったのかもしれないのに、なぜか北海道の本当にこう岩内町岩内町こう漁師町ね、なぜ そこまで行ったのか、ただそこで子供たちは音楽がそのですね、やっぱりこのセンスから言うと中にはいるんですよ。女の子でやっぱり女子高生でこう乙姫先生って言ってね、まあその乙姫っていうのがすごいそういうなんですか違いをね表してますけど、中にはその慕ってねこうそういう憧れをね、北海道の田舎町でもね1976年当時ですからね、今よりももっとこうなんて言いますか、東京が離れてる感じだっていうかね、インターネットもありませんしね、
まあ、テレビもね、なんかこう箱型のね、もうチャンネルがこうリモコンじゃなくてこうこれで回すね、あの昔ながらのね、テレビです。薄型のこうテレビじゃないんですよ。こうブラウン管なんていうんですか、こう箱型のね、こう奥行きがあるんですね、あれを、うん、そんでまあ電話携帯もないですもんね、1976年って言ったらね、うん、そんなところで、であの、うん、一緒に音楽家を目指して切磋琢磨してた一人に、これがね、なんか踊る大捜査線とかね、あのちょっとコミカルな役、警察官のね偉い人の役とかやった小野武彦さんがね、これはね若い頃ですから2枚目33、4歳の頃の小野武彦さんがね、こうウィーンに住んでて、こう音楽家としてコンクール2位に入賞したりするピアニストとしてテレビ出て、最初その小野正彦さんがね、こうあの音楽家としてね、テレビのインタビューにこうアナウンサーのインタビューに答えている対談のところから、それをこうブラウン管を通して見る吉永小百合がね、こう見てテレビをこうつけてて、こうニコニコしながらこう消す場面から始まるんですけども、うん、で音楽の授業ではですね、まあその、まあね、どの時代でもあるのかもしれないですけど、逆にあの逆じゃないや、特にね男の子がまあやっぱりクラシックなんか聴いているとね、まあベートーベンの「第九」ですか、あのの最初の「チャン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 」っていうところは有名ですけどね、なんか違うところをかけてたみたいでね。そしたらやっぱりその赤塚誠さんってね、あのよく昔から出てるね、人がこの茨城県出身者なんですね。あ、なんかやっぱ顔見ると分かる人なんですけどね、赤塚誠さんっていうんですよね、うん、思い出しましたけど、で寅さん映画とかもやっぱり吉永小百合もね、1作品か2作品か何作品か山田洋次男はつらいよ出てますけど、やっぱり赤塚誠さんも出てるんですね。だからそのなんていうんですかね、うん、山田組のね一人でもあったのか、あと、まあ、ちょっとおいおい話しますけど、ちょっと、前の作品はちょっと30分超えちゃったんで、34分くらいまでは1ファイルでできるんですけど、ちょっとねそのファイルくっつけたりはめんどくさいんで、ちょっとそのまま流しちゃいましたけどね、うん、2つに分けてね、うん、これ30分以内に喋ろうと思うんですけど、うん、なんかね、あの私は、僕はかな、なんかね、もう吉永小百合よりも高校生で背高くなっちゃったんですけど、その赤塚誠さんが、うん、なんだな、北島三郎の歌の方が芸術性を感じるしいいって言うんですよ。それで吉永小百合困っちゃうし、あとみんなクラシックなんてね、やっぱり北海道の漁師町っていうとちょっとやっぱりミスマッチな感じがするわけですよ。しかも1976年ってことでね、今は分かんないですけど、だからそういうギャップがね、また面白い。ちょっと山田監督ね、洋次監督、1993年ですか、あの後にね、学校っていう西田敏行さん主演のね、うん、なんかいろいろ定時制のね、いろんな、こう年代も違うね、性別も違う方々がこう集まった夜間学校の、やつやりましたけども、そのなんかなんつうのかな、このひな形っていうか、その、将来そういう作品の原型っていうかね、そういうのを 見る感じでしたけども、うん、授業ではやっぱりこの、うん、大工をかけてもね、その赤塚誠さんがね、もう中心になってこの林立てて、ちょっといろいろちょっとね、北島三郎の方が好きだとかね、芸術性を感じるとか、あとちょっとその小野武彦さんが電話をかけてきたってことで、ちょっと抜けるからっていうところで、それでこう女子生徒たちがね、こう嫌がるんですけども、それをこう突っ切って、ね、いたずらこの赤塚誠さん演じる生徒がね中心になって、キャンディーズのね、当時本当に一番あれですよね、売れてたクラスなんですよね、キャンディーズの音楽を流すわけですよ。1976年ってやっぱりね、年下の男の子だったかな、なんだか分かんないですけど、それを3人の男がね、やんちゃな男たちがこう、やっぱりね、なんかそういう雰囲気ねありましたよね、昭和はね。なんか
ね、おとなしい人もいるんですけどね、うん、そんで、うん、でなんかこうなんか西洋の詩でね、ちぶさがなんとかとか言ったら、あの、うん、パイパイだとかね、山田洋次監督もそういうね、面白いこの風にこうギャップをね、うん、あのその文化のギャップですよね、感性のギャップをね、うん、やったりしますけど、それで本気で怒っちゃうんですね。その一生懸命そういう西洋の同じ人間が先人が作った詩を何だと思ってんだっていう、そしてそれで出てけって言って、こう分かりました出てきますよっつって赤塚誠さんが出てくるわけですよ、教室。それでね、こう涙ためながらですね、こう吉永小百合も気の強いね役を、なんとなくね、あの今で言うとね、やっぱ広瀬すずを思い出すね、あんな雰囲気のこの気の強い女性のね雰囲気だったんですけど、ところが別の先生が入ってきて、赤塚誠を演じる高校生の高校生っつっても、あ、ごめんなさい、あの老けてもないんですけど、本当は二十何歳ぐらいの時高校生役よくやりますよね、今もね、うん、そういう、うん、まあさすがに私は高校生役ねできないでしょうね、うん、それは夜間高校とかね特殊なところはあれでしょうけど、18歳役は53歳でできないですよね。あ、でも歌舞伎とかああいうのやるんですかね、演劇とかね平気でね、うん、そうすごいですけどね、うん、でもそれで、ちょっと母親が倒れたっていうね、それで危篤だっていうね、それでこうなんか頭にきながらこうやってこう歩ってたところ、後ろから別の先生がね自転車で追いついて、お母さん危篤だよと言ったら、ちょっと驚いてね、あのこう赤塚誠さん演じる生徒が、その教師の自転車をこう借りて、こう取っ払うように借りてこう一生懸命行ったんですけど、まあ亡くなってしまうっていうね。そしたらその家はその長男筆頭にね、うん、あの女の子の小さいの、男の子の小さいのでね、ちょっと年離れてるんですけどね、小学生ぐらいのね、まだ中学年か低学年かぐらいのね、うん、その3人兄弟が残されちゃって、お父さんも3年前に死んでたってことで、で吉永小百合がね、あのこう別のね男の教師と一緒にこうなんですか、そのお組織に出てこうやって神妙なね感じで、そんでそしたらやっぱりこう赤塚誠が本当は根はいい子で、うん、不良ではなかったんですよね、いたずら坊ですけど、あのうん、なんか先生昼間ごめんなさいってね、昼間の話なんですね。でところが、いいのよそんな大したことじゃないからって言って、それで別れたんですけど、その後吉永小百合のね乙姫先生のすごいところは、で高校生はねその退学してね結局ね、うん、漁師になるわけですね。だけど、うん、子供たち2人がねこう手来ちゃったりして、お姉ちゃんがねこう料理もするしかないってところに入ってきて、料理作ってあげたり頼ってあげるんですよ、うん、そこがすごいですね、うん、すごい、だから根性ある女性なんですね、その吉永小百合演じたね、うん、なんだっけね、静子、田鶴子、そんな名前だったんですかね、ちょっと待ってくださいね、30分だとこの、13分、ちょっと分かんないですけどね、13分ってなっちゃってるんですけど、どうなっちゃってるのか、そんなに長く喋ってないですよ私ね、何分喋ったか分かんなくなっちゃったんですけどね、多分入ってると思うんですけど、そんで、でも漁師仲間がまたね下品っていうかね、まあそういう随分文化ギャップっていうかね、そういうとこなんでしょうけどね、あの悪気はなくてもね、なんかあの美人の先生が来てんのかとか言ってからかうと取っ組み合いなんですね、でも本当にねその逆にねあの感謝してね、赤塚誠さん演じる高校生はね乙姫先生にね、本当にね、泣く泣くね、そのところがあのこれもねあのタコ社長がね出てきてね、太宰久夫さんがね、あの、その子たちの3人のおじさんでね、あのなんか亡くなったお父さんの妹の旦那なんですかね、ちょっとはっきり分かんないですけど、その奥さんの方ももう早く亡くなっちゃってるんですね、みんなちょっとその若死にの
人たちなんですけど、で太宰治は大変ですよね。もうわけわかんないですよね、あの人はね。わけわかんないですけど、太宰久雄さんがね、引き取るからって、で稚内に行くとかね、稚内だったかな、わかんないですけどね、まあそういう感じでこうお別れの時にね、泣きながら別れんですけどね、先生のことその前の晩にね、一人で来てね、大工ってやっぱりいい曲だよ先生、一生うーんって泣いちゃって言葉出ないけど、一生忘れないから先生のことって言いたかったんでしょうけどね、本当にね泣かせるんですよね。そのギャップがあるにもかかわらず、その文化の違いがあるにもかかわらず、だらそれが本当の文化の違いっていうか、多様性っていうか、多様性の、容認っていうか、容認って言葉じゃないな、もうちょっといい言葉ありますけどね、なんていうか、ただいろんな変な人たちがね、ワイワイガチャガチャね、ハロウィーンのね、アメリカの真似のハロウィーンで渋谷でごちゃごちゃやってるようなのが多様性じゃないですよね。そういうなんか分かり合いが多様性ですよね。なんか乙姫先生だってね、そういう美人だけど漁師町のね、それこそ本当になぜか行ってね、ウィーンのね友達はこうただね憧れてて、本当はね異性としても憧れてた小野武彦さん、本当美男子なんですよ若い頃、本当そこねと別れてもね、別の人と結婚するのかっていうらしいっていうことでね、そんな感じでね、でお母さん役の吉永小百合さんのね人もこうもうねそれこそ29だろうっていうね、まあ今日のエールはね23、4でちょっと余計ねこう結婚どうするんだっていうことでプレッシャーかかれてましたけどね、でもプレッシャーも大事だと思うんですよ。今プレッシャーをかけないで多様性とか言ってるから、みんな30とか40とかで独身になっちゃってね、それでなんか新型コロナがれねその引き金引いたのか何か、ちょっとねタレントさんね竹内結子さんが引き金引いちゃったのか分かんないですけど、女性の自殺が増えたとか言ってますけど、もしもね周りの人がもっとねおせっかい焼いてね、プレッシャーかけてたら、実はこう最初はなんだって思っても結婚してよかったんだって思ったかもしれないのに、そういうところを根こそぎ持ってっちゃいましたよね、自由多様主義とか言う人たちはね。私はそれは偽善だと思ってますから、かえって迷惑しちゃって、だから結婚したいのに結婚できない人が結婚難時代になっちゃったと思ってますから、本当にね、一人は助けられるのにね、そんなのに振り泣かしてるやつらなんか本当にふざけてますよ。遊んでね、で一人はキープしてね、本当に悪者ですよはっきり言って。で許されるもんじゃないですよ不倫の男女なんていうのはね、ふざけんなですよね。でね最後はでもこう涙ながらに別れて、で子供たちにもねお人形とかプラモデルとか買ってあげてね、乙姫先生ね、そんで赤塚誠さんの高校生にはね元高校生になっちゃってますけどね、まあ太宰久雄さんのねそれこそなんかタコ社長のねなんか工場やってるっていう、あれタコ社長の太宰久雄さんのとこに赤塚誠さん出てたから、もしかしたらその人なんですかね男はつらいよとリンクしてんですかね、もしかしてね、そうだったっすかね、わかんないですけど、まあ、そうなったら面白いっていうかわけわかんないですけど、あでもわかんないじゃないですもんね、葛飾柴又ですもんね、あそれは違いますわ、だから、違うとこですけど、そこの工場でかまぼこ作るとか言ってましたから、男はつらいよはかまぼこ作ってないですもんね、タコ社長はね、だから違いました、ごめんなさい、わかんないこと言っちゃいました、違うこと言っちゃいましたね、だけどねそんな感じで、でもこう別れて後ろ向きながら毅然としてこういろいろ思い出に浸りながらもまっすぐ教師として歩むっていうような強い女性を吉永小百合演じましたけどね、まあ、吉永小百合も実際結婚したのも32、3ですか、わかんないですけどね、15歳くらい年上の人とね、年の差婚は奨励してますけどね、これで自分の都合だけを考えてるこんな急状態で申し訳ないですけど、私もこの
でも本当に良い作品でした。1時間であれだけまとまった作品を作るっていうのはすごいやっぱり技量だし、裏木本さんとかいうちょっと演出家違ってましたけど、山田裕さんは脚本だけ提供したのか分かんないですけど、やっぱり吉永小百合さんも本当に美しいだけじゃなくね、やっぱり演技もやっぱりしっかりしてて、太宰久夫さんもすごい、まあ何て言いますかね、3枚目でこう不謹慎なね、それがまあ下品でありながらもやっぱり味なんでしょうけどね、そういう文化の違いも出しながらも、でもそういうのも許容できるんですよね、吉永小百合乙姫先生はね。いい作品だったっすね。こういう作品は再放送されて地上波とかでもね、なんかそういう日本映画専門チャンネルではそうやって再放送されましたけど、もっと見られてもいいドラマかなとか思いましたけど、やっぱりでも難しいですね。教室崩壊、学級崩壊とかも言われましたけど、いろんな人が集まっちゃってますからね。そういうお行儀良い人もいればね、そういうなんかなんだか分かんなくて遊んじゃう、ちょっとね、見出しにかかっちゃう人もいるし、難しいとこですけどね。そこら辺はどうなのかなんていうのもありますけど、でもやっぱり、でもやっぱりね、お母さんがやっぱり地味でもね、特徴なくても女の人はね、結婚して生きていくのが人生じゃないなんていう言葉もね、今の人から見れば何言ってんのよ、古い臭い考えって思うかもしんないけど、その乙姫先生のね、お母さん役の人のね、セリフもね、実は味わい深いもんだったんじゃないでしょうか。って感じで、いい作品、まあ見られてよかった感じしましたね。